どうも、ジです。ですね、今日はですね、セブンスコード、とうとう意味を理解しました。ので、結構初心者、初級者の人、セブンスコードってこれ、どうやったらいいのって思うことないですか？なんで、それの説明します。まず、基本のコード、例えば C だったら、ドミソですね。これ、ドレミファ、1、3、5番、指に1、2、1、2、3、4、5だとしたら、1、3、5を押すじゃないですか。こうね、こう弾きますよね。で、ここに、もう2本指があったとしたら、ドミ、1、2、3、4、5、6、7。ここ。ドミソ、シ。1、3、5、7。この7の音を入れてやると、セブンスコードになるんですよ。これ、長調やってるわけじゃないですよ。ウィッシュでもないですよ。セブンスコードですよ。雲っぽいね。まあ、それはいいとして。これがセブンスコードです。ただその場合だと、こう1、3、5でコードを押さえちゃうと、もう1本指が生えてないと弾けないんで、1、2、まあ、指としては1、2、3と、まあ、これ小指でドミソを親指、人差し指、中指で弾いて、それに小指で C の音も入れてやる、4つ押さえてやる。こうするとセブンスコードになります。ということで、ここからちょっとお詫びです。卒業のコード、歌詞とコード動画作ったんですけど、あれの、歌い出しの一個手前の音、D、ラドミに開いてがレで書いてるんですけど、あれ実際にはこのソの音を入れてるんですよ。ラドミソ、なんで正しいのは Am7d が本当の正しいコードなんですよ。まあ、今日セブンスコードを理解したんで、その動画を作った段階では分かってないんで、Am7d と書いてるということです。はい。まあ、お詫びの意味を含めて、まあ、セブンスコードの説明動画とさせていただきました。今後は、だんだんちょっと初級者でも弾けるから、初級者超えていってんじゃないかと自分で思ってるんですけども、初級者でも歌詞とコードを見れば弾き語りできる動画、セブンスコードも使っていきますんで、よろしくお願いいたします。はい、今日は以上です。